はいどうもだるです。さて本日はですね11月4日ということで長島スパーランドで行われるキッドフェノメノンザ・ジェットベマンガーズ FM 愛知スペシャルイベント当日でございます。もわーということで、いやもうね今ね収録しているのはですね全然行く直前なのでまだ家なんですけれども、向かう直前のねちょっと心境だったりとか心持ちだったりとかちょっとそういうもろもろねちょっとね抑えておきたいというか喋っておきたかったので、今収録を開始しております。でまあですね体験してきてというかイベントね行ってきて帰ってきてからですね感想&現地レポートトークだったりとかまあ現地の様子みたいなのを映像撮れてきたらなんかそういうのも交えながらお話をしていきたいなっていうのはね考えていますので、よろしくお願いいたしますということでね、まあ、このイベントねめちゃめちゃいいよね。やっぱりこうキッドフェノメノンとザ・ジェットベマンガーズが一堂に会するということでね、まあ、ウルフ来ないのっていうのは若干あるんだけれどもまあねウルフやっぱ別レーベルっていうことでねもうねやっぱ LDH 主催のイベント以外はいや多分ね別行動になるのかななんていうふうには思ったりもするんですけれどもね、まあだってウルフハルハーモニーもね長島スパーランド内のね確か長島リゾート内の菜花の里のね曲だったりとかもやってますから、スイートレイもね長島スパーランドのね夏のねプールジャンボ海水プールのね CM ソングになってたりするんで、またいつかねウルフハルハーモニーはね長島でねイベントやるんじゃないかなとか思ったりもするんですけれども、今回はキッドフェノメノンとザ・ジェットベマンガーズのみということになりますけれどもね、まあ、その2組に会えるだけでも俺からしたら嬉しいとね。だって俺武者修行ぶりだよ、ブリブリだよ。だから2ヶ月とかかな、本当に2ヶ月以上だよね。8月2076その辺だよね、ラストね大阪阿部のキューズモールで行われた武者修行ファイナルぶりということで、もうそれ以外ですね、もうそれ以来コンタクト取ってないんですよ実は。そうだからあれだよね、だからそのオンラインミーティンググリーティング会とかもあったじゃないですか。あんなもん俺参加してないから。そうなんだよ、本当に直接会うのはそうそれぶりだからね、ちょっとねなんか楽しみだよね本当に。今回しかもねまあライブ&トーク、まあラジオ収録っていうのもあるんですけれども特典会もあるということで、まあ長島スパーランドで行われるリリースイベント的なやつになってるので、だから特典会でね直に会えるわけなんですよ。うわーってなるじゃん、もうなるじゃん。まあ、サプライズで行ったろうかなとは思ってたんだけれども、もう行くって言っちゃう、公言しちゃうって思っていろんなところでね動画でね長島行くって言ってるんですけれども、いやーちょっとね感慨深いというか、やっぱデビューイベント東京も行きましたし、その後のね、まあ、連日でファイナルも行ってっていうね2組なので。いや楽しみですよね、どうなるのか。もうね認知されてることはもうね全然もうこっちは分かってるわけですからね。特にキッドフェノメノンに関してはね僕ね琥珀くんがいますから、お方がいますからね、まあ、もちろんね喜んでくれたら嬉しいなって TJBB もね喜んでくれただってね、僕それでこそね後ですよね、要は武者修行ファイナル終わってから YouTube ショートとかを取り入れて頑張って踊ってるんで、ほらキッドフェノメノンもねウィリーも踊ったし、存在証明も踊ったし、 TJBB に関してもジェッティも踊ったし、しかもねウィリーとかジェッティに関してはさ何万再生って言ってるわけじゃんってなったら目に届いてるはずだと思うので、まあそういったところもねちょっとねなんかこう拾えたらいいのかなとかも思いつつも、まあ、特典会何回行くかどうかちょっとまだ分からん、定かではない。下手したらまあね、2回とか2回ずつかな。だって、まあ、正直まだね TJBB もねジェットエンジンもあるし、キッドフェノメノンもね1週間後ですよね。キッドフェノメノンに関しては1週間後ね2days 11日12日ね関西でのねパープールサーキットもありますから、あまりここでねまあ長島で行き過ぎるっていうのもちょっとねどうなのかなとも思いながらちょっといるので、まあそこはちょっと臨機応変にちょっと状況を見ながらちょっとね臨機応変に変えていけたらなと思います。まあ絶対1回ずつは行くんで、せっかくね長島まで行くんでね絶対1回ずつは行くんですけれども、まあ22かちょっと TJBB だけね多めにするかとかいろいろある、ちょっといろいろ考えてはいる、予算面的なところもあるのでね。なのでまああんまりバカみたいに武者修行みたいに5回ずつとかっていうことにはならないと思うんですけれども、ちょっとねまあ動画というか感想現地レポートトークも撮るから、そこもねなんか内容もねやっぱね欲しいから、ちょっとね、そういうのも、まあ、バランス見つつ、そう、お財布と、まあ、なんかこう、中身とか、まあ、いろいろね、バランス見つつ、ちょっと考えてやっていきたいなとは思うんですけれども、まあ、特典会ね、楽しみだし、まあ、本編はね、やっぱね、ライブ&トークなので、そこでね、まあ、今回ね、まあ、実際、席のね、確約券っていうのは買ってるんですよ。要は、前売り券で、その何、要はチケット1000人限定でチケット買えば、そのなんだろうな、先着1000人は、なんだろうね、席に座れるみたいなチケットが販売されてたんですよ、事前に。そう、なんか、座り身で見れる席がっていうね、そこ確約しますよ、みたいなね、チケットが1000枚限定でね、発売されてて、それゲットしてるんで、まあ、座り身で見れる。まあ、いわゆる優先観覧エリアってところですよね。まあ、そこで見れるのは確約してて、あとは整理番号次第で、前、後ろとか場所が決まるってわけなんですけれども、まあ、それでね、いい番号引けるかっていうところですよね。まあ、それがどうなるかっていうところですよね。まあ、だからそのチケットを、まあ、手に入れられず、要は現地に来る人は立ち見になるみたいです。立ち見になるという形になるので、まあだからメインフロアというか、ね、ドーム内の座り身の1000席の中の一つは座れるからっていうところですからね。なのでね、まあ割といい、まあゆったりとしたね、時間を過ごせるのかな、なんていうふうにも思いますし、あとはライブね。そう、トーク&ライブなんですよ。だからトークもあるし、ライブもあると。なので、キッドフェノメノに関してはどうなんだろうね。まあライブ尺がどれだけあるかはわからない。もしかしたら1曲のみかもしれないし、まあウィリー、存在証明2曲とかになるのかなとか思いながら。で、TJBB もジェッティンと、まあ、フォトジェニックやってくれたら嬉しいなというところもありますよね。だって、3日からね、武者修行がスタートしてて、で、しかもね、会場で、ね、新作、要は、ね、存在証明のね、ニューシングルと、ニュー EP フォトジェニックを購入してくれた方が、特典会参加できるって言ってるってことは、新曲のね、パフォーマンスがないとさ、ね、それはちょっとね、どうなのっていう話にもなってくるので、まあ、新曲のパフォーマンスっていうのはね、特に TJBB はあるんじゃないから、まあ、ね、存在証明に関してはもうね、楽曲も先行配信されてるから、まあ、受注発行あるんでしょうけれども、ね、だからそこら辺もね、ちょっと楽しみにしたいなと思います。まだ僕、正直、フォトジェニックのパフォーマンス見てません。そう、SNS、Twitter 特に、Twitter と TikTok 特にね、遮断しているので、見てないんですよ。そう、見てなくて、ただ、残念ながら衣装だけは見ちゃった。そう、インスタのストーリーね、ポン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 って見ていったら、あ、TJBB 出ちゃったみたいな感じになったんで、衣装は見た。真っ赤な衣装は見たんですけれども、パフォーマンスは見てないので、ちょっとどうなるのかなっていうか、どういうパフォーマンスになってるのかなっていうのは特にね、TJBB に関しては楽しみだし、ね、存在証明のね、キッドフェノメノのね、パフォーマンスも初めて生で見るので、まだだからパープルサーキット行ってないからさ、そう、そういうところも含めまして楽しみなんですよね。めちゃめちゃ楽しみなんで、いやー、やばいね。ちょっとね、今からワクワクドキドキしてるんで、ちょっとね、まあ、行ってきて、ね、まあ、もしかしたら夜遅くにはなっちゃうかもしれないんですけれども、感想&現地レポートトークをね、撮って、皆様にね、共有したいかなと。なかなかね、多分ね、長島スパーランドに来られる、ね、方っていうのも、やっぱ限られてくるのかなと思うので、ね、いくら3連休のど真ん中とはいえどね、なかなかこう、ね、難しい人もいるのかなと思うので、まあね、そういった方々のね、ためにもね、しっかり僕がですね、こうお届けしたいなと思っております。あとは気になるのが撮影可能部分があるかどうかね。それがちょっとね、まあ、ワンチャンないかもってか、ない方が濃いよね。全然ね、ない方が濃いので、まあ、あればワンチャンあればそれを撮ってきて、まあ、出したいなっていうふうには思いますよね。まあでも同様のね、ラジオイベントで言うと、ウルフハロハーモニーが博多でね、キャナルシティ博多で、ね、やってたじゃないですか、ウルフハロハーモニーが吠えるみたいな、そんな感じでやってたじゃないですか。その時は、確かスイートレインのパフォーマンスに関しては、撮影 OK だったらしいので、まあ、ワンチャンあり得るのかな、なんていうふうには思ったりもしてるんだけれども、わかりません。それはもう言ってみないとわからないので、ね、そこはちょっとね、まあ期待せず、期待してていただけたらなと思いますので、皆様ね、よろしくお願いいたします。いや、楽しみ！いや、どういう会話になるんだろうね。いや、まあ、22、でもね、送料500円かかるんだよね、CD 今回に関しては確か。なので、まあ、どうなんだろう、EP、ちょっとね、まだ値段把握はそこまでしてなくて、まあ、キッドフェノメノの存在証明が通常版1500円。なので、2以下って3000でしょ？あーって感じなんだよね。ちょっとなーっていう感じもあるんで、まあ、ここをちょっと2買ってっていう2ずつ買ってっていうのはあり、まあでもありかなと。まあでもね65になる、要はどうなんだろう、 EP でどんくらいちょっと調べるか、 TJBB の EP をね調べるかね、ザ・ジェットボーイ・バンガーズ、じゃザ・ジェットボーイ・バンガーズね、調べてみましょう。いくらだったっけな。でも EP でしょ、 EP だからそこまで高くはないはずなんだけれども、ニューリリースね、書いてないなあ。書いてる。通常版2000円だ。通常版2000、マジか、2000円か。ほー、まあ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 、でもまあって感じか。どうしようかな。だから TJBB1 枚、うわー、どうしようね。ここ悩みどころなんだよね、すごくね。そう、どうしようかなっていうのは悩みどころで、まあ正直、まあ多分ね、特典会ね、多分やってる時に追加で買おうと思えば買えるんで、だからまあいちいち行ってそっから内容次第でもう一回行くっていう、まあ僕のいつもの常套手段でもいいのかもしれない。まあだからそれはもう本当状況次第よね。うん、だから長島のね、そのスペシャルイベント始まったら CD 買えませんってなったらね、まあそれだったらちょっと先に事前に、まあ、何枚か買っておくとかでもありなのかもしれないけれども、まあ多分そんなことはないと思うのでね、まあイベント、まあ特典会の列が途切れるぐらいまでは買えるよっていういつものリリースイベントをね、武者修行パターンと同じだと思うんで、まあそれだったらまあいちいち買っといて1回行ってきて両方行ってきてまた考えるぐらいでもいいのかなとは思いますよね。なのでね、まあどんな内容になるかっていうのも皆さん期待しておいてくださいね、特典会ね。まあ本当に盛り上がることは間違いないと思うんで、僕もねやっぱ2ヶ月ぶりなんでそれだけボルテージ上がっていくんで、うわーいってなると思うんでまあ本当に久々の再会だしね、やっぱりあれからもねいろんなコンテンツ、まあ TJBB キッドフェノメロンに関してもねいろんなね動画出してるので、まあちょっと TJBB に関しては少なめだけれどもね、うん少なめだけれどもキッドフェノメロンの方がね存在証明でバーって出したから、そっちの方が多めだし、まあ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 ちょっとね楽しみにしておきたいかなと思っております。あとねチャンネル登録者も4500人突破して本当に皆様ありがとうございます。もう大きくなって会えるっていうのがねいいですよね、なんかね、うん本当に。やっぱりこう成長した姿でちょっとでもね2ヶ月の間でもちょっとした成長で会えるっていうのはねちょっとねいいかなと思っております。そしてねもう一度ね年内までにチャンネル登録者1万人絶対行きますねっていうのもね改めてなんかこう意思表明もねしていきたいなと思いますのでよろしくお願いいたします。もうね楽しみにしておいてください。感想&現地レポートトークね。はい、というわけでまあ早速ね行っていきたいなと思いますので、長島スパーランド行ってきますなんですけれども、長島に行ってる間も動画出ます、スケジュール公開予約してますので皆さんそちらのね動画も楽しみにしておいてください。まず1本目12時にね上がるのが、ファンタスティックスのね新曲、スターボーイズのミュージックビデオの感想トークだったりとか、14時のね段階では確か、ジェネのね、御堂筋ランウェイのね、様子というか感想&現地レポートトーク昨日のやつも上がるのでそういった動画がねポンポンと上がりますのでそれもね聞いていただければななんていうふうに思います。はい、というわけで今回は以上になります。チャンネル登録、高評価、コメントお願いいたします。また次の動画でバイバイ、いってきます。